平くん。スタート。はい、僕の名前はですね、高橋恭平というんですけどね、僕の最近ハマっているものはですね、ポケットモンスターという、ゲームなんですけど、すごく面白くてですね、やっぱこう最初御三家から選ぶんですけど、まあ、御三家というと、まあ、僕ヒコザル、ポッチャマ、ナイトル、まあ、僕はすごく悩んだんですよね。悩んだ結果僕はヒコザルを選んだんですよ。ヒコザルってめちゃめちゃ可愛いんですよ。可愛いんですけど、最終進化するとめちゃめちゃかっこいい、ゴーカザルというね、お猿さんになるんですけど、すごく強くて、めちゃめちゃもう格闘技も覚えちゃうという優れものな、お方で、めちゃめちゃお強くて、しかもポケモンリーグとかでもテープ使えたりもするので、もうめちゃくちゃ、愛用もしていただけたらいいなと思います。それでは頑張ってください。はい。おっ、おぉ、ヘイムタイム 42.1 億。はーい、ファイヤー、ありがとうございます。うわー、うわー、ヘイムタイムさん、次は誰になるのか。